皆様こんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。本日も東京証券取引所内ストックボイススタジオから生放送でお送りします。解説は内藤証券投資調査部チーフストラテジストの千原康弘さんです。千原さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではまず中国株式市場の動きを振り返ってまいります。中国本土市場は中秋節の連休で20日と21日が休場でした。先週15日水曜日から昨日までの取引は15日から17日までの3日間だけでした。上海総合指数の17日金曜日の終値は 3613.966 ポイントでして、先週14日火曜日の終値に比べ 1.3% 安でした。なお中国本土市場は本日から取引を再開しています。続いて香港市場のハンセン指数は昨日21日火曜日の終値が 24,221.54 ポイントでして、こちらは先週14日火曜日の終値に比べ 5.0% 安でした。なお香港市場は中秋節の翌日が祝日でして、本日は休場です。明日から取引を再開しますが、日本が秋分の日で休みですので、日本人が売買できるのはあさって24日金曜日からとなります。それでは先週から今週にかけての解説をお願いします。はい、では中国本土市場の動きから見ていきたいと思います。こちら上海総合指数の動きですが、8月20日に全人代常務会議が終了してから今月13日まで上昇傾向が続きました。8月24日には6日ぶりに終値で3500ポイントを回復、9月6日には終値で3600ポイントを回復しました。その後も積極的な買いが続きまして、今月10日には終値で3700ポイントを抜きました。終値でのですね、3700ポイント超えは2015年8月19日以来のことでして、約6年1ヶ月ぶりの高値となりました。こうした上昇の背景にあったのが中国の景況感の悪化です。8月の製造業 PMI やサービス業 PMI が大幅に悪化しまして、景気対策への期待感が膨らみました。先々週も解説しましたが、上海総合指数はオールドエコノミーの銘柄が多く、景気対策の恩恵を受けそうな建設株や素材株などが大きなウエイトを占めています。こうした銘柄が買われたことで上海総合指数の上昇が勢いづきました。しかし6年1ヶ月ぶりの高値をつけたことで警戒感も広がりました。今月14日から16日にかけて大幅に3日続落となってますね。株式相場や商品相場の過熱感が警戒されたほか、日本でも話題となっている中国恒大ですね、恒大集団エバーグランデの債務問題を背景に海外投資家を中心にですね、手控えムードが広がりました。連休前最終日の先週17日金曜日は、節目の3600ポイントを割る場面もありましたが、その後は買い戻されまして4日ぶりに反発しています。終値での3600ポイントを回避し連休に入りました。中国本土市場はですね、本日から取引を 再開しています。低く寄り付きましたが、先ほどですね、3600ポイントまで戻してますね。続いて香港市場の動きを見ていきたいと思います。こちらハンセン指数の動きですが、こちらも全人代常務委員会会議が終了してから買い戻しの動きが広がりました。9月に入りますと終値で 2万6000ポイントを回復しましたが、その後はやや神経質な動きとなりました。IT 企業などに対するですね、規制強化などのいわゆる政策リスクがくすぶっているからですね。9月9日にハンセン指数は前日比で 2.3% 安となりましたが、その背景にあったのもやはり政策リスクでした。新作オンラインゲームの審査が停止されたというですね、報道が流れまして、時価総額の大きなテンセントなどが売られてハンセン指数の重荷となりました。ただこの報道は誤報でして、審査停止ではなくて実際は審査のペースダウンだったそうですね。これを受けて翌日の10日は買い戻しの動きが広がりまして、ハンセン指数の終値は再び2万6000ポイントを回復しました。ただその後はですね、13日から16日まで大幅に4日続落となりました。その背景にあったのが、
中国の政策リスクのですね、地域的拡大と、中国恒大、エバーグランデの、債務問題だったんですね。でまずは政策リスクの地域的拡大について説明します。中国の政策リスクですね、 IT 企業とか教育業界への締め付けみたいなものなんですが、これまでは中国本土に限った話って見られてたんですね。しかし一国二制度の特別行政区である香港やマカオにも飛び火しまして、これが大きなショックとなったんですね。マカオ政府が15日にカジノ経営制度の改正に動きますと、マカオでもですね、中央政府の意向を受けて規制が強化されるってふうに受け止められまして、カジノ株がこの日は大幅に売られました。中でも中国のとの対立が続くアメリカ系のですね、そのアメリカ の, そのサンズチャイナですね、こちら強烈に売られまして、15日は前日比で 32.5% 安となりました。続いて今週20日はハンセン指数が前日比 3.3% 安となりまして、一時は節目の2万4000ポイントを割る場面もありました。この日の暴落については、日本のメディアなんかではですね、その中国恒大、エバーグランデの債務問題が原因と報道していますが、それはちょっと違うと思いますね。この日の急落の主な原因も実は政策リスクの地域的拡大でした。香港の住宅不足と住宅価格の高騰に対してですね、中央政府が不動産デベロッパーの積極的な貢献を求めていることが、まあ、情報として伝わったからなんですね。でこれを受けて香港地場系の不動産デベロッパーが所有地を政府に献上するというふうな見方も広がりまして、まあ、いわゆるその政策リスクが香港にもですね、拡大したことが言い上げされました。まあ、エバーグランデの問題というよりもこの政策リスクが大きかったですね、20日の下げは。20日はですね、主な香港地場系の不動産株が 10% 以上の急落となりまして、ハンセン指数の足を引っ張りました。一方日本でも、ね、話題になっている中国恒大ですね、英語で言うとエバーグランデという会社なんですが、こちらの債務問題ですね、これをめぐってはちょっと報道が煽りすぎではないかという印象がありますね。確かにその中国恒大ですね、業界屈指の大手不動産デベロッパーなんですが、まあね、業界2位とか言われたりするんですけどね、しかし市場シェアが 4% にも満たないってことは逆にほとんど報道されてないんですよね。中国はですね、不動産デベロッパーの数が多くてですね、シェア 4% を握っただけでもトップ企業になれたりするんですよね。ですので確かに2位は2位でもシェア 4% ということはあまり言われてないですね。ともう一つが、中国恒大の有利子負債は6月末で5718億元に上ります。日本円に換算すると 9.7 兆円で、まあ、巨大な金額なんですが、まあ、中国の、ね、昨年の GDP と比べますと、昨年の中国の GDP は101兆5986億元なので、まあ、エバーグランデの有利子負債は GDP の 0.6% ということになりますね。で貸借対照表の総負債ですね、これは総資産、反対に総資産があるんですが、総負債が約1兆9700億円でして、これと比べるのはどうかと思うんですけれど、これは確かに中国のね、先ほどの101兆元余りの GDP の 2% と言えます。でこのことがやたら報道されてるんですが、しかしですね、その有利子負債の残高とか、その総負債といったストックの数字をね、GDP のようなスローの数字、フローの数字と比較してもあんまり意味ないんですよね。基本的にストックの数字っていうのは資産とか負債とかの数字って巨額で、フローの数字ちっちゃいので、どうしても比率は絶対大きくなりますし、 GDP とこの負債ってあんま関係ないものなんですよね。であえてその同じストックの数字と比較しますと、6月末の中国の銀行総資産は336兆元でした。また銀行の融資残高は191兆6000億元でして、どちらも中国の GDP を上回る規模ですね。中国の銀行総資産は GDP の大体3倍強です。つまりそのエバーグランデの有利子負債は銀行総資産の 0.17%、
銀行融資残高の 0.3% ですね。あえてその総負債と比べてみても銀行総資産の 0.6% で銀行融資残高の 1% ですね。まあこれ見ますとなんか中国2位の不動産大手とか総負債は GDP の 2% っていうのがちょっと誇大な表現であるということが分かると思います。この会社ですね、そもそも今から10年ほど前に米ドル建ての、債券を発行した時から格付けが B の下でして、まあ、財務への警戒感というのは昔からあったんですね。でまた所有しているサッカーチームの広告をめぐっても、まあ、日産自動車に訴えられて敗訴した事件も結構有名でして、まあ、経営者の鶴の一声で決まるようなそのガバナンスを危惧する声も昔からありました。まあ、機関投資家などはですね、以前から警戒感を持ってたと思いますね。でもちろんそのエバーグランデが破綻すれば、まあ、取引先である銀行や企業は債権回収が困難となりまして、まあ、債権や株式を保有している投資家はですね、まあ、損失を出すことになると思います。しかしこれが中国の不動産市場や金融市場の崩壊につながるという可能性は低いとみられます。まあ、中国版リーマンショックというのはですね、ちょっと煽りすぎじゃないかと考えられますね。ただし、まあ、その中国エバーグランデの債務問題ですね、こちら外国人投資家の間では投資マインドが極度に悪化し、これが原因で極度に悪化しています。投資マインドが、まあ、エバーグランデの債務問題ですね、これが、まあ、どんな形であ あるにせよ着地するまで香港市場の地合いはですね、悪い状態が続きそうですね。はい、分かりました。以上、直近の相場について解説いただきました。この後は知って得する情報コーナーです。知って得する情報コーナー。このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げてまいります。今回はどんなお話になりますか？はい、前回は中国と東アジアの通貨について解説しました。まあ、それに関連しまして今回は人民元の国際化と為替レートについて話をしたいと思います。はい、まずはこちらの方をご覧ください。これは先々週にお見せした中国の4種類の通貨ですね。そして今回お話しする人民元は一番上にありますが、通貨表示の国際規格ですね、 ISO4217 コード、こちらは CNY であると説明しました。しかしですね、人民元にはこの他にもコードがあるんですね。それはこちらに書いてある CNY ではなくて CNH って呼ばれているものなんです。でこちらの方をご覧ください。昔から使われているですね、 CNI はオンショア人民元と呼ばれるものです。これは中国本土で流通している人民元でして、その為替レートは中国人民銀行が毎日発表している基準値をもとにですね、その上下 2% の範囲内でしか動かないというものです。まあ、いわゆるなんか新聞とかで言う人民元というのはこっちの方を指しますね。で一方、その CNH というのは中国本土以外の海外で流通する人民元でして、2004年2月に香港で誕生しました。でこちらの CNH ですけれど、こちらの人民元は中国本土の管理外にありますので、為替レートの規制とかはないんですね。まあ、海外で流通する人民元は CNH というんですね。2004年2月に誕生したそうですが、それまでは海外で流通する人民元はなかったんでしょうか？そうなんですね。それまで人民元というのは海外への流出が禁じられてたんですね。そのため日本で、例えばそれ以前はですね、日本で円と人民元を両替するということはまあ不可能だったんですよね。中国に行かなきゃ人民元を入手できないという状態だったんですけれど、2003年に、SARS ですね、新型肺炎と言われた SARS が香港経済に大ダメージを与えますと、香港支援の一環としてですね、中央政府が香港での人民元による消費を認めていったんですね。で要はなんか中国の人たち、中国本土の人たちが香港に行って人民元で買い物できるようになったんですが、まあ、こうしてこれをきっかけに香港の銀行では人民元預金業務が始まりまして、
中国本土を離れて香港にいた人民元ですね、があるんですけど、これが香港にどんどん蓄積されていったんですね。でこうして香港に人民元がたまり始めていったのが CNH の始まりでした。でこちらをご覧ください。これは香港の人民元預金残高の推移ですが、2010年までは1000億元に届きませんでした。しかし2010年に貿易決済などでも人民元が使われるようになりますと急速に増加しまして、2014年には1兆元に達しました。その後は人民元安を嫌気して急速に減少しましたが、2017年から再び増加傾向にあります。日本人が上海 A 株や深圳 A 株を買い付ける際も人民元が必要ですが、それに使う人民元はですね、実は海外で流通するオフショア人民元 CNH なんですね。で続いてこちらなんですが、 CNY と CNH の対米ドル相場です。2つのレートは時々ずれることもあるんですが、基本的に同調していることが分かりますね。CNH の為替リスクは CNY とほぼ同じです。で最後にこちらですね、のグラフをご覧ください。赤い線は人民元の対米ドルレートですが、これは小幅な変動にとどまっています。一方日本人にとって大事なのは青線の日本円の対人民元相場ですが、これはこう見ますと黒線の対米ドル相場ですね、日本円の対米ドル相場にプラスアルファ程度の動きだということがわかると思います。はい。で人民元はですね、対米ドル相場がよくニュースとかで報道されますが、それだけで株式投資の為替リスクを考えるのは危ういですね。人民元が米ドルに対して上昇しても、米ドルが日本円に対して大きく下落すれば、結局は日本円から見れば人民元の価値も下がるからなんです。日本人にとってはですね、変動が小さな人民元の対米ドル相場よりも変動が大きい日本円の対米ドル相場の方が重要となります。なるほど、分かりました。ありがとうございます。今回は人民元の国際化と為替レートについてお話しいただきました。それでは本日はこのあたりで失礼します。千原さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。